はいどうも、白熊先生です。今日はですね、この度、ひらがな欅と呼ばれる、欅坂46、欅漢字坂漢字46の、二軍的、メンバーで集められてできた、欅がひらがなで坂が漢字で46っていう、通称ひらがな欅っていう、グループがいるんですけど、それがですね、日向坂46という名前に、改名して、デビューでデビューというか、そういう名前でシングルとかそういう曲を出していく。でさらに言えば、公式ホームページもできてっていうことがこの度発表されたんですね。でそれで一番得してるのって、メンバーでもなければ、もともとのひらがな欅の熱いファンでもなければ、実はこの人たちっていう話をねしたいと思います。はい、もともとですね、ひらがな欅は欅坂46が選抜メンバーだとすれば、それに漏れた子たちでできたのがひらがな欅だったんですよね。もうまさに二軍的扱いというか、ただですね、ここからが他のアイドルグループとは全然違った活動というか、奇跡を見せるわけですよ。この、普通に考えると、どのアイドルでも二軍的なグループってその下にいたりとかしますよね。よくなんかその下のグループだけの子だけでできて、でこういうグループっていうのは結構その頑張ったらこの選抜に上がれるみたいな、そういうことを目指してやってますよね。上に上がるために今はこの下で頑張ってますよみたいな。でもそのひらがな欅の何がすごいかって、そのひらがな欅自体で人気がすごく出始めるわけですよ。例えばですけど、コンサート開けば満単位で人を集めるし、アルバムとか出したらもう普通にとんでもなく売れるし、で一番すごいなと思ったのが、そのひらがな欅で深夜番組とかやってるんですよ。深夜のアイドル番組をやってるんですよ、ひらがな欅単体で。でこうなってくると、もはや二軍とも言えないような活躍をしてたわけですよね。でそんなひらがな欅がこの度日向坂46に改名したと。で当然ですね、メンバーもすごい喜んでるし、ファンの人たちもすごいおめでたいおめでたいってなってるわけですよ。でメンバーの子に至っては、もうそれが昔からの夢だった、改名するのが昔からの夢だったとまで言ってるんですよね。もう本当よっぽど改名したかったわけですよ。でですね、じゃあそれよりも一番これから先、得をするの、日向坂46に代わって一番得するのは誰かなって考えたんですけど、これズバリ運営だと思うんですね。運営というのは何かっていうと、日向坂46に変えることによって、これから先おそらくですけど、新規のファンが恐ろしく増えると思うんですね。新規のファン、で新規のファンが増えれば、売り上げも上がって人気も上がって運営が潤う。だから運営が一番得ってことを言いたいわけですよ。じゃあなんで新規のファンがこれからごっそり入ってくるかっていうと、いわゆるライト層、そのめちゃくちゃひらがな欅とか、もっと欅坂46とか、いわゆるそのアイドルファンではないくらいの人だけど、アイドルは好きだって人ってやっぱり世の中にいっぱいいるんですよ。例えばですけど、ミュージックステーションとか、ああいう歌番組にアイドルが出たら必ず見るよとか、もしくはその、いつも買ってる漫画とかの表紙とかでね、欅坂46のメンバーとかがこうね、表紙になってるやつがあるじゃないですか。ああいうやつあったら表紙だけは見て、あ、この子可愛いな、グラビアだけパラパラっと見ようとかしてるような、いわゆるライトなファンっているんですよね。そう、 CD も買わないし、ライブにも行かないけども、テレビとかそういうので出てるときは必ず見るよくらいのファンってやっぱりいるんですよ。ライトな層ってのは必ず。で、それくらいのファンからすると、正直、その欅坂46とひらがな欅の差がいまいち分かんなかったんですよね。いまいち。で、結局、その、欅坂46とこれがごっちゃになっちゃってるから、ひらがな欅にたどり着く前にどっちかというと欅坂46見ちゃうわけですよね。なぜならやっぱりそのさっきも言いましたが、二軍的な存在というか扱いな感じがするから、こっちをどうしても先見ちゃうわけですよ。こっち見るんだったらこっち見ちゃうってなっちゃうんですよね。でもそれっていうのは、その本人たちだったりとか熱いファンからしたら、それはある意味失礼な話で、それはさっきも言いましたけど、もはや二軍的な扱いじゃないと。ひらがな欅はひらがな欅で、もう単体としてこんだけいいとこがあるんだぞ、欅坂46にはないこんないいね、個性があっていいとこがあるんだみたいなところは、もうファンも本人たちも分かってるとこなんですよ。でもライトな層からすると、やっぱりそのひらがな欅ってなかなかよく意味が分からないし、欅坂46の方にじゃあ行こうって言っちゃいがちなんですよね。要は素通りしてしまうというか、なんで素通りしちゃうのかって言ったら、興味がないというよりも、いまいちよく分かってないっていう、二軍だとかそういうことも、よく正体が分からないような存在だったわけですよ。なんでひらがななのみたいな。で、そのなんでひらがななのかも調べようとしないくらいのライトな層ってやっぱりいるわけですよ、世の中に。なんだったら、下手したら、その、ひらがな、
ひらがなけやきとけやき坂46が一緒の存在みたいに思ってるようなライトな層も絶対いっぱいいたと思うんですね。うん、それがこの度日向坂46に改名するとということをすると何が起きるかっていうと、さっき言ったみたいな一番ね、その薄いじゃないですけどライトな層からすると、これで、あ、なるほど、全然違うグループだったんだから、これから新しい一つのグループとして初めて見てくれるわけですよ。ごっちゃで見て、ね、それをスルーして漢字の方の欅坂に行ってた人たちが、これはこれでこういう日向坂ってのがいるんだ、じゃあ日向坂にはどんな可愛い子がいるんだろうなみたいな感じで、日向坂はどんな曲出してるんだろうなみたいな感じで再注目してくれるわけですね。で、再注目してくれるとかどういうことかっていうと、新規のファンがここからいっぱい入ってくるはずなんですよ。新規のファンが、ってなると必ずね、下手したらっていうか、もう全然ありえると思うんですけど、その元々の漢字の欅坂とか、もっと言ったら乃木坂に匹敵するくらいの、まあ、規模の、まあ、ライブだったりとか、まあその、CD の売り上げ枚数とか、これから行くくらいのグループに日向坂がなる可能性ってのは大いにあるわけですよ。で、それの後押しをしてくれるのが、さっきも言ったようにこれから入ってくるライトな層、ライトなファンたちなんですよね。うん、まあだからそう考えると、やっぱ今回ね、こういう風に改名を踏み切って、一番ねこれから先、まあ旨味じゃないですけどね、得を得れるのは、まあもちろんね、もともとの熱心なファンだったり本人たちも本当に喜んでるんですけど、で喜んでるんですけど、これから先ね、一番喜ぶ、これからの一番ウハウハが待ってるのは、やっぱり運営なんじゃないのかなって思いますね。うん、まあ、だからこそね、もっと早く英断してもよかった気もしますけどね、このタイミングでっていうね、なんかよくわかんないタイミングでありましたけど、うん、もっともっと早くからね、解明しても全然やっていけるくらいのパワーっていうか、勢いとか実力は持ってるはずですからね、ひらがなけやきは。はい、まあ、そんなわけですね、これから先、今までいた一般層のファン、ライトな層が一気に日向坂46に入ってくることは間違いないという話です。はい、まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。